私は大正15年。大正15年、うん、6月の20日にね。大正15年ちょうど94歳になったんです。マリアとは日照記号のカヤキっていうところ、カヤキ、カヤキ、カヤキ佐賀町、うん、じゃあ端島に来た時は幼稚園ぐらいの時来たとですね、うん、大体は親父がその前から端島に働くって言ったって、お父さんは田んぼにあんま日雇いで行きよったわけで、それから端島の方に移ったわけです。私が幼稚園ぐらいの時に兄貴が2人と、それから姉が一人おったって、3人と、それと妹が一人おった。何号棟に入られましたか？日給叩くの4階におったとですね。10号かね。一番古川、なんちゅうか、日給叩くって2番目ぐらいにできた、あれやもんね。戦時中はじゃあ端までずっと大体働いてたからね。高校、小学校を卒業してから、その時は鍛冶屋に行きよった。鍛冶屋、鶴橋やら何やら焼く、焼くところだよね。じゃあ郊外に、郊外に行っておった。校内には入らない。校内には抽選簿入ったんですよ。終戦後は、給料が安い時期にね、それで最短に行って、それから係になって、戦時中は郊外におった。私たちは鍛冶屋やりよったから、当選中が鶴橋を持ってきてやりともらいに来よった。鶴橋はずっと大体使うんですからね。掘るのは使わんけど、ちょっとこう鳴らすところにね。で、一緒にね、学校なんかも行きました、朝鮮の友達と。あんまりおらんやったもんね。そこは私にはカナリと同期生がおったことあったね、一人。リーとかに言ったらってね、昔ではおった人は30号におったもんね。書体持った人は、その家族連れの人は結構朝鮮から来てたけれど、徴用工の人たちには会わなかった。おったぜ、すごく会わんことはなかったでしょうね。独身寮にはいた。中国人も後から終戦前頃はおったもんね。一つだもん、中国人。中国の、中国の人は何人ぐらいいました？何人ぐらいおったのでしょうかね。彼らはどこにいました？南部の方に別にあれっておったもんね。私は時々こう行ったことがあって、満腹やら何やらそこの現場の方からもらえたもんね。例えばね、森さんは朝鮮半島から来てる人たちがいじめられたりね、いたぶられたりね、そういうのを見たことありますか？いや、なかです、例えば勤労家のところでね、殴られたりとかね、してるの見たことありますか？
朝鮮人同士が喧嘩しとったらばってね。まあ、その、わしらが、あれした時は、わしの同級生が35人おったもんね。要は、それで行きよったが、下に朝鮮人がおったもん。安藤さんって言っては、朝鮮人の。それが、納屋箱を持って、そこに、独身の朝鮮人がおった。安藤さんは、その、納屋の親方さ、結構。その人が、そこの納屋の責任者でね。うん。安藤さんって言ったら、時々、鉄砲持って、なんか、向こうの山の方に、行って、鹿は取ってきよったって言ったのね。その向こうの山っていうのはどこ？結局、向こうの高浜とか向こうとかの山に。日給社宅の、16号の下にあったと。下が、1階が、その寮やった。その、一人もんがみんなそこに入っとった。寮に。給料が良かった。結局それだけ昔は危険やったんだろうね。休む時は踊りよったもん。チンガチンチンあれって太鼓の子とかでバンってしてね。上まで聞こえよったもん。太鼓叩いてね。こうなった太鼓の子とかともね。そうは朝鮮人が持ってきとったんだろうね。日本じゃなかったやん。牢屋があったでしょ。そうなんだよ。朝鮮の人、ムチ打ったりしてるの見てなかった。見たことなかった。奥さんを持ったもんは、その産業とか。平成に1年ぐらいだった。間際の1年間は、軍隊、どこに？もうそれが宮崎から文字、船が出らんもんやけんね、あっち行ってこっち行ってちょっとって。戦後すぐに入った？戦後2、3年してから入った。戦後に3年して入ったのね。忘れ、初めは埼玉町だった。そして、かかりになってから、それから重点場所、こう、勾配がこうなっとるでしょ。で、その上に構造箱を取っとさね、上。それから、そういえば、構造に取って、こう横さにずっとは、隅が掘って、サクサクと。そうっけ、勾配になるって、自然に石炭を掘れば、さっさに流れていこうってなってさ。それで、掘るときも、一人で、こう、7尺ぐらいの長さで、幅は1メーター20ぐらいの、こうして掘っていくって。それで、丸田棒箱をまっすぐ真ん中から巻いて、で天井に当てて、丸か柱で、そういえば支えて、ずっと下がっていくとですね。でそういえば4つぐらい切るわけだ、一日に。やおいところは。こう、勾配がこうあって、下の構造がこう、ウィッサーこうあるでしょ。とこう、もうそこまで箱は、トラックが持って、その傾斜があるけん、こうそこでこう積み寄った、流れてきたとか。大体は12、3年ぐらいやればね、最短。もう結局、その最短はもう、これその7尺ぐらいの幅、長さで、幅の1メーター20ぐらいの石炭ば、掘り寄った。一人がさったら4つぐらい掘り寄ったんだからね。やわかどころはまあ3つとかいくらとかあって。ピックでずっと掘り寄ったからね。
こうやって鳴らすときは、つるばしでこうすることあるわけね。つるばしでこう掘るようなことだよ。鹿島も一回爆発したもんね。単純爆発で。うん。ガス屋の落ちても、単純な粉末がパーッとこう、そうでしょ。それに水がついて爆発。うん。そういって、もう、あちらの時は、穴が掘って、水が入れよったもんね。うん。水はせっかくに積み込まして、そして掘りよったんだ。爆発せんごと、単純爆発せんごと。私も一人、部下が死んだもんだけどさ、福岡まで行って、調べられてね。私はその時は重点って言って石炭場掘った後は船を打ったんですよ。ボタボ上からボタボタ返して、そしてずっと流れて、それからこっちに横に流れんごとこうサックバスで打ったんです。それで竹水で校舎とばずっとしてね、こっちに流れてこう思うと止めばして、うん、それで上からそのなんで中に入って取ったとかわからんって言ってた。ほんと、ボタンに埋まってくるんです。ほんと、出したときはもう、真っ暗なところはなかったやん。みんな勾配があってやったね。